Step 3. Bell State Measurements 2、Bell、状態の測定。まずは、これが、と量子中継,中継機のためには実装しなければならないでしょう。この前のステップと,としては、それが、どういうふうに,にはあの、メモリー上でで,できるのかを説明してたんですけれども、今回は、えー、と光、格子だけを使って、えー、とできるかどうかを、ね、ちょっと見てみましょう。 これまあの、前の、のレッスンとしては、リオシ中継機の基礎を説明していたところには、あの、エンタングルメントスワッピングのためには、ベル、ベルステイトメジューメントは必要と言っていたんですが、二つの種類があったんですよね。一つは、リンクレイヤーで使って、それが、工学、工学で実装していたんですが、もう一つは、えっと、ゲートのレイヤーで、それが何でものエンタングルメントを使って、それが、えっと、 エンタスワッピングをやりましたよね。で、それが、あの、さっきのステップで説明してたんですけれども、このステップには工学だけで、格子だけで,では実装をちょっと説明したいと思います。そして、これが、もちろんそれが物理層に,に,によりますけれども、これが、えっ、ー、と、ポーラリゼーションとしてそれがあの変更に,に使ってみましょう。これが核フォトン、単一の格子を使うんですが、それが、 Linear polarization, 線形型なんですが、えっと、これは実際の実装としてはよく使われているんですけれども、あとはこれがわかりやすい。えっと、皆さんは、変更は科学の授業で学んだと思いますね。そしてこれが、vertical と horizontal、それが縦と横、それが垂直と水平の変更なんですけれども、 これが,が V と H ですね。で、この場合にはその H は、はえっ、ー、と、アダマーデじゃなくて、ハモトニアンじゃなくて、これが horizontal になります。で、V は vertical になります。で、それが、がえっ、ー、と、その二つの状態になるんでしょう。そして、これが、えーと、垂直の場合にはそれが0を使って、えっ、ー、と、水平の場合にはそれが,が1に使いましょう。そして、これがどうやって、 パウリー Z の規定、コンピューターションのベースでどうやって測定できるんでしょう。じゃあ、えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、水平か垂直にを区別できるようにしなければならないんですが、一つの重要なものとしては、これが PBM、Polarizing Beam Splitter。これが、まあ、変更によって、 相互作用が変わるんですけれども、それが縦と横の水平垂直によってそれが変わりますね。で、そうすると、あの反量の光、ミの光、何でもの状態を入れる場合にするなら、その垂直の光は反射せずにまっすぐに取りますが、横、水平ののと 光がそ,れそれの変更の光が PBM の中には,には反射してそれが出てくるんでしょう。えっと、こっち側には。そうすると、これが、まあ、あの重要なんですけれども、次の重要なポイントは、えっと、ディテクターが必要ですね。でそうすると、このディテクターには、えっと、光が当たるとクリックします。でそれが0の場合には、光子は0の場合にはそれがクリックしま,すけんしませんけれども、 1>, 1でも2でも、それが、えっと、クリックを1回だけにはなるんですが、でそれが、まあ、一般には光があるかないか。ですが、それが、えっと、1、えっと、一つの格子と2つの格子、格子区別できるものが、それがあれば、それも、あの今回の,の説明と,としては、えっと、何も変わりませんけれども、とりあえずこれが、えっと、単一の格子と、 単二の格子ね、えっと、2つの,の格子には区別できないと考えましょう。さて、縦の,の,の光、それが垂直の,の,の変更に入れるとどうなるんでしょうかね。まあ、先の説明した通りで、それがまっすぐに行って、こっちに出てきて、 そのこのディテクターをクリックする確率は、まあ、理想的なものなんですけれども、理想としてはそれが、クリックの確率は100%で、それの確率は1。で、このディテクターをクリックする確率は0になります。そして、えっと,と、横の光、のの水平変更の光を入れると,と、それが真ん中のところには反射するんですけれども、 それが、こっちに出てくる確率は100%で、このディテクターに当たって、その確率は1。で、この上のディテクターをクリックする確率は0になります。そして、えっと、まあ、いつもの一般の状態としては、それが、α0 p l u β1 としては今、今回には αv p l u βh と書きましょう。さて、こっちに当たるとどうなるんでしょうかね。まあ、 垂直の分はまっすぐに進んで、進んで、水平の分,の分は下には反射するでしょう。そうすると、まっすぐに行くところが、それがアルファの分なんですけれども、それの確率がアルファの絶対値の事情になります。で、それがえっとプラス1の状態なんですかそれがえっと測定値としては。そうすると、あの、 こっちに当たる場合には、それが測定のマイナス1の結果なんですけれども、それがベータの絶対値の事情になります。さて、あの、前のステップの最後のところに説明してた通りには、それがユニテリ演算の一つと、と2キュービットの Z の規定で,で,でと測定できることは、それが,が、それができてたら、これが、えっと、測定できますよね。 それれベル状態を測定できるんでしょう。さて、こういうふうな装置になるんですが、えっと、1つの、まあ、普通の一般のビームスプリッターとして、そして2つの変更ビームスプリッター、そして4つのディテクターなんですが、この場合には、あのベル状態で測定したい格子が2つがあって、それが1つはまあ左から来て、1つは右から来るんですけれども、この図としては、 まあ、横からが上からか、左からと上からかあの来る講習になりますね。で、一番最初にはこのビームスプリッターに当たってそれど、どうなるんでしょう。さて、これがディテクターのクリックのパターンによって、それがベルの規定はどっちになったか、それが、えっと、報告になりますね。その報告としてはそれがアウトプットで、それが、あ、これだったんだよね、と分かります。 で、これが、えっと、D1、D2、D3 と呼びましょう。Psi- イイの状態だったら、D1 と D4 を同時にはクリックする場合は,は,は、それはありますね。で、そうすると、それ、このディテクターとこのディテクターを同時にクリックする場合には、それが、えっと、ほら、ほら、これが Psi- イイですよ、との報告になります。あるいは、逆の方としては、 D3 と D2。この二つをクリックする場合には、それも Psi- の報告になります。そして、Psi だったら D1、D2 のペア、あるいは D3、D4 のペア。つまり、この二つのディテクター、あるいはこの二つのディテクターにそれがクリックすると、それが Psi の状態になります。 まあ、それが素晴らしいんですけれども、これが、えっと、4つのベルの状態の中には2つが、完璧にディテクトができましたよね。問題は、ファイプラスとファイマイナスの場合には、それが、えっと、本当にその状態になっていれば、どっちのディテクターには、一緒には1つのディテクターに当たります。で、それが D1 でも、D2 でも、D3 でも、D4 でもの、 ディテクターねはそれがと一緒に当たると、それが、まあ、ファイだったとわかるんですけれども、ファイプラスかファイマイナスだったかわからないんで、それが区別できないので、完璧なベル状態の測定にはなってません。それ、それだったで、この二つ、ファイマイナス、ファイプラスだったらそれは成功なんですけれども、ファイプラス、ファイマイナスだったら失敗。そしてそれが区別、すべてのケースは区別はできないんですね。 で、それが、えっと、成功する確率としては、まあ、こういう線形型の工学にとしては、それが、max が50%です。で、それが、半分の、の、の、の,の、トライアルとしては成功するんですけれども、半分ぐらいは、その結果は曖昧なの,ので、捨てなければならない。そして、これが、えっと、ファイバーの中の、の、の、ロストとか、ノイズとかって、これもエラーになる場合なので、これも、 えーとプロトコルとかシステムとかにエンジニアリングする場合には、それを、それの対策が,が、えーと、デザインして実装しなければなりませんね。そして、これが、えーと、言ってた通りなんですけれども、あの最初のビームスプレッダーには、えー、上から来る格子と左から来る格子があったんでしょう。それが同時に届かなければならないんですね、到着の時間。で、それが、 すごく重要なポイントなんですけれども、それがないとと、あの、そういう動機がないとと、何も、あの、ベル測定はできなくなる。そして、これが、シンクロニゼーションがないとと、ベルステート・メジ e ー e ントにはできません。そしてこれ、じゃこれが、えっと、さっきのステップには、メモリ上で BSM の実装としてを説明してたんですけれども、このステップには、工学としてはそのベルステートメジ e ント a の,の実装を説明しました。